皆さんこんにちは。さあ今日はですね、ここは、札幌の地下オーロラタウンってところにね来ております。ちょっとね用事が全部終わったんで、これから札幌までね戻ろうかなと、札幌駅までね戻ろうかなと思うんですが、ちょうどいい機会なんでね、この、地下街ですか、ここをまっすぐ通ってね、これから札幌まで行きたいかなと思います。思えばね、あの地下の道はいつだったかな、だいぶ前に1回取り上げて、ね、以来全くねやってなかったんで、ちょうどいい機会だからねやっていきましょうか。はい、ここがね、いわゆるね、オーロラタウンっていう場所になるのかな、ちょっとねあの地名がわからないですけども、下の方にね補足しておきます。ここは本当ね地下なんですけど、いろんなね両サイドにお店があってね、楽しいですよね。なんだろうね、3コインって書いてるから300円で買えるお店なのかな、ね、あ何これ、スマホホルダーとか、Bluetooth の、ね、これイヤホンとか売ってるの、これ300円はないでしょ、やっぱ1500円ですね。それ以外にもね、こういったタブレットの何でしょうね、スタンドか、面白いものがねいっぱいありますね。他にもアクセサリーショップとか、旅行用の、ね、カバンのお店とか、すごくねいろんなお店が、ありますね。あ、そうだ、ちょっとねこう歩いてるついでに、少し近況の話をしますけど、このね動画が上がってる頃どうかな、まだ手元にないかもしれないですけども、あのこの前ね動画でも紹介した、DJI ポケット2ですか、あれね、今回僕ね、はい、買いました。買ったのはねクリエイターズコンボっていうちょっとね高いやつなんですけど、いやついにねポチっちゃいましたね。お、そしてなんだこりゃ、これはハロウィンのやつですかね、なんか幽霊が上から出てますけど、はい、なんか札幌はねこういったなんか面白いものたくさんあってね飽きないですよね。で、あ、そうそう、話戻りますけど、はい、DJI ポケット2ね、うん、最初はあのスタンダードのやつでもいいかなと思ったんですが、やっぱりねどうせあの買うんだったら今回一番、変化の多いあの音ですよね。あ、内蔵マイク今回ね4つついてて、まあ、かなりステレオサウンドでね、まあ、音が取れたりとか、自分の声の指向性を選べたりとっていう、そういうねすごい進化もあるんですが、まあ、何よりもそれ以上にあの標準であのワイヤレスマイクですよね、あれがねついてることですよね。いやなんかそのワイヤレスマイクを使うにはワイヤレスモジュールとなんかそういったものが全部一体になったデュイットハンドルでしたっけ、そういったものをね、使うらしいんですが、あれをつけると結構本体がね長くなって結構グリップ性も良くなりそうなんでね、楽しみですね。で、他の方もね動画とかでも上げてましたけど、センサーサイズも変わってレンズも変わってね、非常に夜間とかも強くなるらしいんですよ。どうでしょうね、今回のね DJI ポケット2どのくらいこういったところ、まあ、今これちょっとね薄暗いところ歩いてますけど、ここ強いのかね気になります。あと今使ってるこれですよ、この GoPro Hero 9、これとのね、比較も気になりますよね。今はこのね GoPro Hero 9はモザミニピーナのジンバルの上に乗っけてるんで、もう薄暗いところに行ってもねおそらくあの電子手ブレ補正というのガタガタっていうブレは全くないかと、はい、思います。しかもね画角これね非常に広いんでね、こういう入り組んだところっていうのがね少しね狭いところ歩いてもそんなに窮屈な絵にもならないし、ただ、ね、やっぱり画面全体にね、物が映るんでこう取り忘れ的なね事故もないですからね。ただ今回のあの DJI ポケット2もまあ、標準ですよ、標準で、35ミリ換算で20ミリ、あれくらいあるんですよね。だから、APS-C だったら僕が持ってるアルファ6600と SEL1018 レンズの14ミリかそのくらいですかね、うん、なんでやっぱり非常にね、画角広がってます。そして標準でねアイコンもついてるんで、あのワイコンをつければ確かね、35換算で15ミリくらいなのかな、なのでねもうそれあればおそらく
自撮り棒とかねつけることなく運用できるかと思いますね。多分あの自撮りしても画面がそこまで大きくならずに、まあ、顔も、背景もしっかり映る感じなんじゃないですかね。さあと喋ってるうちに大通駅までやってきましたね。なんじゃあれや、今気づきましたけどなんか展示されてありますね。なんでしょう、何かねこう芸術的なものが飾られてますね。はい、ちょっとね今他のお客さんがあの後ろに書いてあるやつずっと見てたんで今回ちょっとそれ見ませんけど、ちょっとねこういったものもあるのも面白いですよね。さあここからはいよいよ札幌駅のもうすぐ近くですね。この辺からはね確か、オズのポケットを持ってここ歩いたのを一度ね動画上げたことあります。まあ、今回はねこれ GoPro なんですごくねもう広々とした映像をね見せられているかと思います。いやそれにしてもマスクつけながら喋るのなかなかね辛いものがありますね。ただやっぱり今ね札幌なんで、ね、あんまりこういったものは外さずにちょっとずっとねつけてる必要があるでしょと。おっとなんかテレビのロケやってる、すごい。あ確かにこの辺だったらねロケとかあの取材とかやっててもおかしくないですよね。あ後ろの人がすごいでかいカメラとね、めっちゃいいガンマイクといろいろとあの照明の人とかもねいて、やっぱあの複数人でねあのオペレーションしてるんですごくなんかあれですよね、あの一人一人 の労力っていうのがすごいこういい感じに分散されてそうですよね。全部をね一人でやると、まあ、オペでやると大変ですけども、テレビ局だからねそういった複数人でもできるんでしょうね。はい、そんなことをまた言ってる間にここがもう札幌駅のすぐ、もう一駅前かですね。ここはですねもう年中、こんな気温というか温度も一定に保たれてるんで冬とか特にねおすすめですね。本当ね札幌雪降ってる時表に出ると結構ねあの足場が凍ってたりして歩くと転んじゃいそうになりますけど、これはね地下を通るんであればもう全然ね、問題ないかとは、はい、思います。さあ少しね早送りしてきましたけども、んなんか向こうでやってますね。なんだろう、あ陸海空自衛隊のリクルートやってますね。で今ねあの年齢制限が緩和されて30何歳までねあの自衛官になれるみたいなんで、ね、最近はねもういろんなああいったところ、まあ、公務員系もね人材の確保にすごくね躍起になってると聞きます。うん、まあね昔に比べてそのいろんなね新しい職業ができたりとか、まあ、新しい生き方とか働き方がどんどん増えてくる中で、まあ、公務員っていうのもまた一つね、道ではありますからね。はい、ところどころねこんな感じで、地下街の脇の方でねお店とかやってますね。おこれはフランだ、フラノのなんか街のあれですかね観光協会とかの人がやってるんでしょうかね、こういう活動っていうかね。それ以外にもなんか食器とか売ってるし、この逆の方には不動産とかそういうのもやってるんだ。あ無料相談コーナーね、本当いろんなものがあってなんだろうね情報量が多くて動画撮っててね楽しいですね。でね今気づいたんですがこれねよくよく見ると地下街なんですが一部ねこんな風に天井がガラス張りになって空が見えます。でこういうのもなんかちょっと面白いですよね。はい、ということでね札幌の、地下街もねいよいよ終盤ですね。あと少しね前の方に行けば、もう札幌駅の真下になります。いや結構ここまで長かったですけど地下街を通るとねあの本当道は平坦なんでね信号もないし
サクッと来られますね。で、まあ、めんどくさかったらね、210円払って、市営地下鉄でね、札幌駅までまっすぐ行くのもいいですし、で、まあ、ちょっとこう散歩とか、なんか、運動がてら、すすきのからね、この札幌駅までですか、なので2駅かな、歩いてみるのも、はい、いいかもしれません。結構ね、見るものたくさんありますよ。今ちょうどね、正面の方には、なんか、なんだっけ、ミナパだったかなんだかな、アイヌ文化のそういった展示とかも、まあ、行っている、こういうフリースペース的なものもありまして、ここも結構ね、おしゃれなんですよね。なんかこういうモニュメント的なもの、フクロウかな、モニュメントがね、なんかあったりとか、他にもね、なんか表の方にはモニターがあったり、この机のね、上の方には、プロジェクターか、それで映像が投影されてたりと、いろいろね、見るものがね、あったりもします。なんかこっちにも展示されてますね。これ、あれかな？アクセサリーとかそういったものなのかな？こっちは、では、木彫りのあれですかね、鮭ですかね。鮭がなんかパソコン持って、はまきくわえながら見てますね。こういったね、面白い展示もあるんですね。はい。と、これはなんかアイヌ模様の、なんでしょうね、ライトっていうのかな、そういった展示がね、あります。さあ、ここからね、もうあとちょっと行けば駅なんですけど、だいぶね、人通りが、多くなってきました。あ、そろそろもう5時だからか。なるほど。それだったらもう、ね、学生の方とか、あと、まあ、会社とかによってはね、もう終わって家路に着く方もね、多いと思いますので、それで結構人が多いんだな。で、ちょっと階段があるとね、ここにローソンがあるんですけど、これ面白いですよね。なんかの小豆色した感じのローソンで、最初ナチュラルローソンかなと思ったら違いますね。普通のローソンなんですけど、いつもと知ってる青いローソンじゃないんですよね。あれですかね、観光地だからそういった色の指定云々とかのやつ、あ、でもこう違うか、地下だから関係ないもんな。ちょっと不思議な色したローソンがね、ありました。はい、エスカレーターを上がって、外に出ると、そこはもう、はい、札幌駅です。いやー、皆さんね、長い間お疲れ様でした。もしかしたらね、要所要所かなり端折ってるかもしれないし、あとすごい早送りでね、なってるかもしれないですけども、はい、こんな感じでね、一切、札幌のすすきのや大通りからこの駅までね、行くことができるので、ぜひ皆さんもね、北海道の旅行を来た際には、このね、地下街覚えておくと、旅行がね、ぐっとこう便利になるかもしれません。そして今ね、後ろにちょっと札幌駅が映ってますね。はい、ということで、この辺で終わっておきましょうか。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画ね、皆さんも何かも参考になれれば幸いです。これからもですね、こんな感じでちょっと北海道のね、場所ですとか、まあ、札幌とかそういった場所ね、いろいろ紹介していきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。